のびのびクリニック。お次の方、どうぞ。はい、のびのびクリニックのお時間です。今週もあなたの明るいエッチな悩みにお答えします。いやだ、エッチ。私はナースの原田信子です。よろしくお願いします。そして悩みに答えてくれる先生をご紹介します。久米村直子先生です。こんにちは。よろしくお願いします。はい、そしてナースの桂ポンポコちゃんです。はい、腰振れば玉がペキペキ新回帰、桂ポンポコです。ナースをしながら落語家をしているポンポコちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日のお悩みなんですけれども、なんかこんなのいいかなって思うのも来てるんですけど、はい、それちょっと後回しにして、はい、枚方市のともさんからいただいております。ポンポコちゃん、先週の加藤隆さんとの二人会はどうでしたか？ありがとうございます。隆さんのフェロモンは感じられましたか？また AV 男優さんとのコラボしてくださいね。次は絶対行きたいです、という方ですけどね。二人会の方どうでしたか？やっぱでもすごかったです。もう男の魅力がギュッと詰まったような方で、私よりも男性の先輩たちが興奮してました。タカさんの、指を舐め回して。この指がっていうので。この指がっていうので。この指がという。はい。先輩たちは皆さん舐め回してました。タカさんはAV 男優さんですから、はい。いろんな女性と、はい。そういう、ね、ビデオを撮られてるわけですよね。はい、人気セクシー女優さんとですよね。はい。いいですね。羨ましいです。今の間は何だったの？ちょっと一瞬想像しながらですよね。そうです、そうです。タカさんが腰振ってるのを想像しながらいいなと思って。タカさん腰振るっていうよりもフィンガーの方ですよね。どっちかというと。あ、フィンガーさんですね。タカ、はい、さんとどんな話をしたんですか？いや、もういろいろとプライベートのこととかも聞きありましたけれども、はあ、とにかく指が綺麗でびっくりしました。指が綺麗。爪が本当に深爪してるので、ほとんど爪がなくって、触らせていただいたら肉球みたいにプニプニしてるんです、指が。いやー、触ってほしい。触って、今自分で触ってますよね。私のはそこ。あそこってどこ？タカさんに触ってほしい。すごい。そうなんですか。すごい。いや、もう爪は深爪して、ほとんど絶対にこの爪のこの硬さを感じない。感じさせないので、その肉のところで女の人が感じたことないような感覚で触るから、皆さん吹かれるっていうお話を。吹かれる塩を。ああ。そうなんですね。じゃあその吹かれるから次のお悩みに行ってよろしいですか？はい、お願いします。失礼いたします。堺市のかなこさんからいただきました。私の悩みはすごく濡れやすいことです。これ傘が破けてるんじゃないですか？これ傘って何ですか？傘って何ですか？傘が破けてるから、なんかもう雨がもうポタ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 体に当たって、それで濡れやすいんじゃないかなって思ってるんです。なるほど、ギョイ。すごく濡れやすい方、かなこさん、はい、男性とキスしただけでもう汗から何からびしょびしょになってしまいます。うん、今は彼氏がいないのですが、前の彼とはエッチの時にびっくりされるくらいびしょびしょでした。男性に惹かれるのが嫌でコンプレックスです、ってことですけども、はい、先生もそうなんですよね、すごく。いやもう全然。え、いやもう全然。いやもう全然。羨ましい。羨ましい、パサパサ。そうね。そうね。
あれってなんかちょっとウェットだったはずなのにもうドライっていうなんかそんな感じ。デリケートですもんね。うん。ポンポコちゃんは。私も晴れの日も濡れてる女なので。素晴らしい。すっごい濡れます。どうしてあれ濡れる人濡れない人どうし濡れやすい人濡れやすい人。ねえ、信子さんはどうなの？私もびちょびちょ。私もびちょびちょ。びちょびちょって何が出てるんですかね、あれ。汗？汗じゃないです。汗じゃない。汗じゃない。うん、おびっこでもない。はい。あれは何ですか？なんか気持ちのローションみたいのが。気持ちのいいローション。気持ちのいいじゃなくて、気持ちいいじゃなくて、気持ちのローション。気持ちよくなる。ローション涙は心の汗みたいなもんですよね。あ、そうですそうです、気持ちのローションです。気持ちのローションなんですね。わあらあらあらってすごいですね。すごい、かなこさん羨ましい。ポンポコちゃんはどうなるんですか？ピチョピチョになるんですか？私もすっごい濡れるの。でも最近ですね、濡れやすくなったの。昔はそんなに。あれ、それもともとの、はい、まあ、天性のものというか、うん、はい、生まれつきのものじゃないんですか？もともと濡れやすかったんですけど、それこそ先生と一緒で、男性とそういう時になると身構えて急に乾く時があるんですよ。ああ、緊張する？緊張して乾くようになってたんですけど、だけど洗濯物じゃないよね。そうですね。乾くようになって、乾くようになってたんですけど、なんか年齢とともにこれが最後の一回かもしれないと思ったら、すごい濡れるようになりました。すごい。あ、もうこれでもうエッチはない、私はもうないかもわからないと思うようにしてる。と思うと、なんかもう本当に、目の前の立ってるものに対して手合わせたらすごい濡れるようになってきて。私もそう思えばいいってことですね、じゃあ。いやそうですよね。これが最後かもしれないって。これが最後かもしれないってね、はい。でも私はまずその前にこれはどれぐらいぶりっていう、そういうとこから入らないと。先生は最近そういうことないんですか？全く。全くないんですか？はい、どうしたらいいですか？先生の悩み相談じゃないんです。え、でもすごい、丁寧にしてくれる人だったらいいんじゃないですか？あ、相手がね。はい。丁寧にされるといいんですか？ちゃんと。はい。これでもある程度時間をかけないと、うん、ダメなんじゃないんですか？信子さんは丁寧にされるタイプ。される、うん、される。私はされる方ですけど。あ、私がされたりしたり。信子さん。信子さん。今質問してるんですか？信子さんにですよ。あ、私が。信子さん以外どなたに質問って。丁寧にされる方ですか？丁寧にされる、ま、先生。何丁寧に、ちょっ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 て言います。丁寧にしていただいてます。ありがとうございます。丁寧そうですよね。ねえ。私がのうさん。丁寧そう。私はすごく丁寧ですよ。すごいそんな気がする。うん、ね、多分私は見てないか分かんないですけど、うん、ポンポコさんから見て、タカさんのフィンガーとどうですかね、信子さんのフィンガー。あ、でもやっぱすごい綺麗ですよね。白いところがほとんど残ってないんですよ。爪もね。爪はね。あ、そのためこれギター弾くからだね。いい言い訳ですよね。だから右の、右の人差し指は爪ちょっと長いでしょ。あ、本当だ。あ、左と違うでしょ？あ、本当だ。これ右は弦をこうピンピンピンって弾くためにちょっと長めにしてるんです。うん、この人差し指だけ。あ、じゃあ弦を押さえる左の爪は深爪っぽくなってるんですね。うん、そうです、そうです。あ、じゃあもう左フィンガーでお願いしますってことですね。左フィンガー。もうそろそろ時間が来ましたね。そうですか。はい。ポンポコちゃんの、はい、京都ピンク花月のお知らせに行きましょう。ごめんなさい、すいません。令和2年9月25日来週です、はい、来週の金曜日、京都の祇園花月というところで、私の会があります京都ピンク花月第7夜、今回ゲストがですね、桂あやめ師匠がボンテージを着て SM 大喜利を披露してくださいますので、ぜひ。あやめさんが。ちょっと今写真探しましたよね、信子さん。いや、あやめさん
一緒にラジオ、あ、テレビをやってたことがあって。信子さんが？はい、一緒に。信子としてではないですけど。そうですか。はい。よろしくお伝えくださいね。伝えておきます。あやめさんもそんなエッチな話をされるんですか？いや、あやめ氏は落語ではなく、もう大喜利に集中していただいて、ボンテージで、あの、SM 大喜利で若い男の子が判断になって、いい答えが出ないと叩かれる。いい答えが出たら、私から電話のご褒美っていう。そんなことやるんですか？すごい回ですね。はい、ソーシャルディスタンスは保ちながら絡んでいきたいと思います。はい、桂ぽんぽこの京都ピンク花月ですね。はい、はい、吉本祇園花月でございます。はい、チケットの方は、はい、これね、前売りが2000円なんですけれども、もう当日こう伸びっくりを聞いたと受付で言ってくださったら、もう前売りでお入りいただきますので、本当に、はい、もうこれちょっとチケット吉本だとね、手数料かかりますね。当日ピロッと来てください。はいはい。9月の25日です、金曜日。はい。はい。吉本祇園花月、はい、6時15分開場の7時から開演ということですね。はい。はい、お待ちしております。ぜひお越しください。はい。以上でございます。ぽんぽこちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。のびのびクリニックのコーナーでした。